はい、Vラインフォワードでかけます。はい、こんにちは、札幌占い美容室早山勝の後藤です。はい、中国 TV。長さは伸ばしてるという、前髪とかは伸ばして、下はあまり決まってないんですよね。はい、で結構、お任せのモデルさんです。なのでパーマと、カラーで、カラーは中の方にちょっと明るいの入れて、表面は今ぐらいです。それにパーマをかけていこうかなと思います。まあ、そんな感じでやっていきます。はい、では今日やっていきます。ごめんなさい、他に出してますけど、そぎはあんまり入れなくてもいいかなと思うんで入れません。なんか大丈夫そうな気がする。今カット終わって、そこからのパーマですね。はい、パーマ液浸透剤をつけていきます。ちょっとオリエンタルなカールを出していきたいなと思います。はい、ここにこれですね、泡トフです。泡トフの理由としては、パーマ液をまず少量、少ない量でやっていくには、まあこの泡トフになるんですけど、まあそんなに垂れないというのと、まあ作業効率がちょっとやりやすい。通常のパーマ液の約5分の1ぐらいのパーマ液でできます。場合によっては10分の1ぐらいでできるかと思います。それぐらいの量しか使いません。で今大体かけたい位置より大体5センチ下のところに、今塗布している状態です。はい、でこの状態からもうパーマの作用がもうスタートしてますので、時短でやっていきますね。はい、こんな感じにやっていきます。このネックのつけてるのは、なんか背中に垂れちゃったりすると嫌なので、はい、パーマの法則がまず1、パーマを適当にかけるっていうのがポイントです。なんで適当にかけるかっていうのは、パーマって綺麗にかけた方が綺麗にかかんないっていう実は定義があって、綺麗にかけるとどうなのかっていうと、みんな一生懸命コーミングして、テンションかけて巻いていくんですが、全くそのパーマの外側の毛と、例えばこれを巻くとした時に内輪と外輪っていうのがあるんですが、この内輪と外輪に、クリープしてこう丸化していくんですけれども、どうしてもその、内輪の方が縮こまってしまうんですね。これを綺麗にコーミングして巻いてしまうと、そういうことが起きるんです。そうするとカールって髪の毛に対してすごいストレスがかかるんですね。なので、一番ストレスをかかんない方法の方がふんわりかけれるので、コーミングを過度にしてしまうよりも、こういうアラバみたいのでかけていった方がいいです。その方が内輪が内輪の長さで、外輪が外輪の直径でかかるようになるので、より柔らかいカールっていうのが、クリップなしでもかかるようになってきます。ただちょっとモデルさん髪質がいいんですが、パーマは多分かかりづらいと思うんですね。はい、バックから巻いていきます。まず僕結構やるのが耳の、パーマの巻き方はいいか、一人ごとみたいですね。全然一人ごとです。基本コーミングは1回ぐらいで手でこうちょっとですね、こう遊ばせながらかけていきます。作業は少なめ、ロットも少なくていいです。はい、毛先巻きです。ちょっと引っ張らなそうなんで13。はい、この時に、
少しこうやって振ります。これなんで振ってるかというと、内輪と外輪が正しい位置になるように通常でテンションかけて巻いていくとどうしても、外側が窮屈になってしまうんですね。で中が余ってしまうとパーマかけた時に綺麗な光になりません。なので、正しい位置に収まるように、こういうふうに振ってあげるといいですね。フォーミングは先ほどしたのでもうしません。そうするとスピードがまず速くなるので2時間でカットパーマーあとインナーカラーとか多分普通難しいんですよね。基本的になかなかできないんですけど、そういうのも普通に楽になってくるので、つけ巻きしないと絶対できないですけど、はい、でミドルセクションを、はいはい、ここも毛先巻きで、シェイクしながらかけていきます。もう一般的な巻き方ですね。巻き方はそんなに特にこだわりはないです。パーマかけるときは、2枚ペーパーにしないで1枚でもう巻いていくようにしますね。水が通らなくなっちゃうので、中間水栓したときに水の通りが悪くなるので、まず2枚ペーパーをしてください。で、このようにかけていきます。で、センターは2本。はい、ここは毛先寄りの中間巻き入れていきます。で、さっき取った V ラインですね。V ライン覚えてますでしょうか。はい、V ラインのところを取ります。ここだけ別にかけます。はい。Vラインフォワードでかけます。ここはダミーの高さを出すところですね。全体でやるとなんかウェーブが癖毛っぽくなりすぎちゃうので、ここはなんとなく上からかかってる風に見せる量のダミーになります。毛先よりの中間、そうすれば錯覚で上からかかってるように見えながら収まりもいいパーマが作れる。しながら正しい位置を、でもうここは、もう本当に簡単にアンダーでダウンステムで一発で巻いちゃいます。それぐらい簡略化していきます。紫絶対ですね。最初溶かさない。そして毛先巻きです。はい、シェイクさせながら巻いて、正しい位置を探していきます。はい、そうですね。はい、こういうふうに振りながら、まあでもちょっとかかりづらいと思ったんで、ロットをちょっと下げ気味にしてます。はい、で、今度こっちで。ここに巻けてフォーミングをしていくんですけど、ちょっとパーマ息少ないんで、アワーとします。1枚ペーパーで巻きます。チェックしながら正しい位置を確認して、
はい、動画最後まで見ていただいてありがとうございます。今日は、まあ、パーマ結構ねかかりづらいモデルさんだったんですが、まあ、重く切ってパーマかけて、ニーケは結構しっかりめに置いたかなと思います。で、急ぐ中でも急いでいいポイントと急いでではダメなポイントというのがあると思うんで、そのポイントを外さないで、2時間でカット、パーマ、インナーカラー、カラーですね、これを2時間でやってみました。はい、いろいろ細かい説明のところで、いろんな単語が用語っていうか勝手に僕が作った造語なんですけど出てきたと思うんですが、わからない方は過去の動画を、ハイヤマカシ〇〇とか、例えばハイヤマカシ、例えばツイストバンドとか、なんかいろんな名前を組み合わせて検索していただければ YouTube で見ることができると思いますので、過去の動画を見ていただければと思います。はい、今日も、最後まで見ていただいてありがとうございます。ではまた、バイバーイ。